ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はマージマンションメタコールゲームズさんの動画撮っていきたいと思います。メタコールゲームズ大井さんですね。大井は株式会社という意味だと思います。これですね、 CM がすごかったんですよ。私が見たのが実写版の CM。 おばあちゃん、急にどうしたの？そろそろ裏庭の扉を開けて、扉の向こう側にある秘密を教えようと思ってね。さあ、鍵を渡すから開けてきなさい。嘘でしょ？いくら頼んだって20年間一度も開けさせてくれなかったのに。でもやっと願いが叶ったわ。早速開けてみるね。やった、開いたわ。何この屋敷、おばあちゃんったら他にどんな秘密を隠してるの？でもこのありさまじゃ入り口まで行けないわね。ガレージの中にあるものを使えば入り口までたどり着けるかもしれないわ。ん？ガレージ。足の踏み場もないわね。アイテムを合体させてスペースを作りましょう。アイテムを合体させて、へい。いい感じ。今度はこの2つを合体させてみて。はい。お埃をかぶったアイテムと合体させれば綺麗にできるわ。次はこの2つよ。あ、なるほど。タップ。これは役に立つかも。タップしてもっと見てみましょう。円形用手袋だわ。もう一つあれば邸宅までの道を整備できそうね。じゃあ埃をかぶった。あと少しよ。もう一度合体させて。これで手袋が揃ったわ。早速作業に入りましょう。これを、他のものはいいの？これ。他のものはいいのかい？あ、ほこりを完全にかぶったものは合体できないんだね。これも無理か。はい。まずはこの枝を取り除きましょう。はい。玄関、折れた枝を除去する。レベル3園芸用手袋1組、報酬は経験値1。手袋は消えるのかな？あの丸太を撤去するには、斧が必要ね。ガレージに戻りましょう。ガレージに戻る。ガレージはどの位置からでも OK と。もっと中身を見てみましょう。タップ。はい。さらにタップ。もう一つフォークが必要ね。このナイフを合体させて。はい。バッチリね。次はこの2つを合体させましょう。剪定バサミの完成よ。どこかに斧もあるはずだわ。剪定バサミを合体させれば作れるかも。はい。やっぱりあった。これで丸太を切れるわね。斧はハードル高いけどな。斧完了。なかなかの大木だったぞ。これは、あ、相変わらずの園芸用手袋がいるけどもゼロだから戻る。中に手袋がないか見てみましょう。でこういう、あ、こういうことね。でこう。見つけた。玄関のドアまで競争よ。負けた方はおやつ抜きだからね。私はどういう立場なんだろう。同居人みたいな感じなのかな。待って、表に誰かいるみたい。まだ誰も呼んでないのにおかしいわね。こんにちは、建築検査官のロディ・トゥックと申します。とても立派なお屋敷なので大変申し上げにくいのですが、
拝見した限り取り壊す必要がありそうです。そんな、まだ扉を開けたばかりだっていうのに。申し訳ありません。ですが市民の安全を考えて荒廃した建築物の存続は条例で認められていないのです。あ、これ結構日本でもそうだよね。今廃墟が問題になってるから。そこをなんとか。仕方ない、ここだけの話ですよ。私が次に来る時までに正面だけでも整備されていたら改善中として記入しておきましょう。これならブルドーザーが来るまでいくらかの時間を稼げます。つまりここを整備すれば市も取り壊しを撤回してくれるということですか。まあそんなところですね。男に二言はないですよ。そうとなれば早速作業を始めなくっちゃ。ちょっとボリュームを下げよう。ここにタスクがすべてなんとかあ、これね、草を刈る。あ、これね、もうなんか何かしら倉庫に行けちゃう話なのね。模型の道具入れレベル4。こうだね。で、こう。こう。こうか。仲間はもうない。いや、ある。こうだ。へえ。これってこれ同士は合体できるの？あ、道具入れがレベル5になった。レベル1の経験値を獲得すると1ポイントがもらえるわ。レベル2だと3ポイントよ。できる限り合体させてポイントをたくさん。あ、そっか、今回収せん方が良かったのかな。すごいすごい道具出てくる。すごい道具出てくるけど、このネジ仲間ないよね。いや、ある。これか。こうで、こうで、こうで、で、あ、これって横にあるやつ、また謎のものが出てきた。ちょっと待って、これやっとること正しい？ちょいと待ってよ。これ合体で、これも合体。他は合体難しいのか。この熊手みたいの合体で、これ同士合体。斧できました。でもこれチェックマークが入ってないってことは、斧は斧はまだ回収できないんだ。へー、これ土器の破片みたいなの出た。待って、これ植木鉢の壊れたやつ。こうで、こうか。こう。あ、これは合体できない。あ、待って、これ移動させれるんだ。いや、移動させれるけど、だからというだからなんだという。あと仲間ないよね。チラ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 。そうか、この隣の植木鉢は別物なんだね。
割れてるからか。じゃあ今んとこもやることが、いや、これとこれが合体できる。あ、待って、これも合体できる。あ、星も合体できる。ちょっと待ってよ。これを合体で合体、あと謎の道具箱が出来上がっていく。あ、かけら、えい、でこう、あとこれ割れてるけどこっちとまた違うの。あ、違うんだ、仲間ではなかった。あ、ネジ出てきた。こう、なんかやることがいっぱいなんだけど、こう、すごいナイフいっぱい出てくる。待てよ。謎のものがいっぱい出てきた。でも、もう植木鉢の破片はないが、こうだ。これやっとること正しい。なんか先に修理とかしに行った方がいい。しかもあれだね、なんかできるやつが動いてるね、ぷよぷよと。で、これとこれ。で、これとこれ。こう。こう。待ってよ。こう、こう。こう、こう。あ、そうそう。ちょっと待って、マス目がね。やっとること正しいのかな、これ。なんか、終わらぬ気がする。手袋。
こうで、こうで、ハサミを合体させて、なぜか斧になって、斧とシャベル。こうで、こう。ちょっと待ってよ。なんか無限に出てくるね。無限でもないのかな。すごい出てくる。あとは合体できないのでこいつらを合体だ。こうでこうで斧合体、経験値出た。シャベルも合体、ナイフを合体、熊手ができたけど、なんか作業進めた方がいいのかな。無限に出てくる。あ、出てこなかった。まあとりあえずこんなとこにしとくか。あとは植木鉢は合体できるね。で、こうか。で、これ合体できる。あ、できる。あ、こっからもなんか出てくるようになった。謎のアイテムが。ちょっと待ってよ。これ何？お菓子？いや、種。しばらくやることがなくなったかな。経験値これ回収しちゃっていい？ここになんか表示、あ、レベルが上がりましたと。次のレベルに到達しました。レベルアップすると次のアイテムを獲得できます。レベルアップ。よくわからん。エネルギー宝箱、豪華なおい宝箱、銅のコイン宝箱、レベルアップ。はい。タップするけど、時間がかかる。サービス利用規約とプライバシーポリシーの改定。いつもマジマンションをお楽しみいただきありがとうございます。下の OK をタップするところで、弊社のサービス利用規約に同意し、プライバシーポリシーを確認したものとみなされます。なんか線の位置がおかしいけど、はい。茶色い宝箱レベル1、宝箱をアンロックしています。ダイヤモンドを使えば今すぐ開けることができます。なにこれ。ん？なにそれ。タップしてアイテムを手に入れましょう。ん？いろんなものがね、ちょっと邪魔なんだよね。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、すごい面積的にもう置く場所ないんだけど。あ、一応限界あるんだね、出てくる。あ、すごい
もうこれ以上ダメだ。あ、壊れてしまった。こうで、これは合体できる。で、こうか。で、こうで、こうで、こう。まあ、これもらっちゃうか。これ何？エネルギーを回収できますが、今現状最大レベルなので意味がないってことかな。へえ、なんかあとはこのお金に関してはどうしようもないんだけど、今レベルが上がったのでちょっと待ってよ。とりあえずこの銭を、銭をどうにかしよう。これ微妙な状態だな。これさ、面積的にいっぱいになっちゃったらどうするんだろう。エネルギーもね、ちょっと今のところどうしようもないからいっぱいだしね。宝箱は1個ずつしかどうもタップできない様子。あー、最大がこの黄色の状態ね。あ、じゃこれ最、あ、でも最大なんだ。あー、これストックできないのやだな。よし、というわけでちょっと今回はここまでにしておこうかなと思います。じゃあご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。